どうも、谷口まさかです。今回の動画は、もうトレジャーの SNS の公式では発表されたと思うんですけど、ついに、まあ、ようやくですね、僕の試合が決まりました。やっとです。まあ、去年の8月5日に顎が割れて、まあ、約9ヶ月ちょっとのブランクがあったんですけど、まあ、無事、怪我も治って、試合も決まったということで、で試合の日程なんですけど、試合の日程が5月11日の土曜日。もうすぐですね。すぐですね。もう1ヶ月も切ってるんで、今日動画撮ってるのが4月15日なんですよ。だからもう1ヶ月も切って、あと4週間も切ったんかな。すぐですね。5月11日の土曜日。まあゴールデンウィーク明けた週の土曜日ってところですかね。場所がね、韓国のインチョンのパラダイスシティってところなんですよ。行ったことあるんですか？韓国行ったことなくて、だから初めての韓国ですね。多分そんなこう時差も変わんないし、距離もそんなにないんで、そこまで変わんないと思うんですけど、前までタイだったりとかフィリピンで試合してるんで、まあ大丈夫かなとは思いますけどね。ただ最後に試合、海外で試合したのが2018年の11月なんで、まあ、約6年経たないぐらい、5年半ぐらい空いてるんで、まあしっかり仕上げて行きたいですね。万全の調子を整えて。もうだいぶ落としてる。まあ減量は今のところ順調ですね。だいぶなんかお前痩せましたよね。なんか今まで多分僕太りやすくなってて、もう顔バーンってなるんですけど、多分これがナチュラルかちょっと痩せてるぐらいですよ。常にこの見た目で入れたら、まあ、まだ少しマシなのかなと思うんですけど。何キロぐらい？今日朝起きて、まあ、約55キロだったんで、あと6キロ、まあ、4週間で6キロなんで、まあ、順調かなと思いますね。しっかりと毎日ご飯もがっつり食べてて、れてるんで、まあ、今の、食べるもの変えますね。で、まあ、対戦相手が、フィリピンのジェイ・セバー・アブシードっていう選手で、まあ、戦績が35戦、結構してるんですよ。で、22勝13敗。まあ、負けも結構あるんですけどね。で、22勝のうち 13KO。結構日本の選手と馴染みがあって、今まで日本の選手と4戦してで1勝3敗なんですけど、まあ動画とか見ると全然侮れないんですよね。っていうのも、前回直近の試合では僕 と、2022年の4月に試合した石澤選手とフライ級の契約でやってるんですけど、まあ、石澤選手にはノックアウトで倒されてるんですけど、何ラウンド目かに石澤選手を左アッパーでダウン取ってるんですよね。僕の中で結構石澤選手って打たれ強いイメージがあったんで、その石澤選手に今倒されたとはいえ一回ダウン取ってるんで、パンチ力は多分すごいあると思うんですよね。でその他、畑中ジムの畑中健人選手だったり、今の WBA のフライ級チャンピオンのユーリともやってて、ユーリには KO で勝ってるんですよ。え、そうなんですか？はい、 TKO ですね。8ラウンドの2分17秒 TKO で勝ってるんですよね。だからまあ怖い相手ではありますね。うん、なんかその1勝3敗のうち1勝が有利に勝ってるんですよね。まあ、僕とまた2017年にやった小浦選手ともやってて、この時はミニマム級だったんですけど、この時はボディで倒されてるんですよ。でこの時も結構動きも鋭かったみたいで、だからまあ再起2戦目、階級上げて2戦目で、怪我明けの一発目の相手にしては、まあ、不足ない相手じゃないかなと思います。戦績はまあ勝ち負けも多いんですけど、まあ、パンチ力もあるんで、まあ、全然油断はできないですね。まだこう顎割れちゃう可能性も全然あるんで、怖いね、そこは気をつけたいですね、本当。で、まあ、スパーリングもね、いつやったかな、2月末ぐらいにお医者さんに OK って言われて、そっからやってるんですけど、まあ、一発目のスパーはやっぱ多少なりとも怖かったですね。うん、それでやっぱり動きが鈍くなったりするんですか？その気になっちゃって。わ、全然なかったですね、そこは。最初やって、最初だけ怖かったんですけど、ガンって当たって、あ、全然大丈夫だと思って。で、スパーリング終わって、まあ、マウスピース取ったら血が出てたんですよね。うん、あれみたいな、痛くないけど、また割れたんかなと思ったんですよ。めっちゃドキドキして、わーって上げたら、この唇が切れてただけでした。すごいよかった、よかった。だからそっからもう怖くはないですね。ただやっぱ、実戦から2月、3月にまあ開始したんで、9、10、11、12、1、2、3、約7ヶ月、まあ、実戦からは遠ざかってたんで、最初の頃はやっぱ実戦感覚だったりとか、反応、スタミナを戻すのは
大変だったんですけど、ブランク中も実践はできないんですけど、まあ、フィジカル強化だったりとか自分の足りないもの、足りない部分ってもうすごいあるって自覚してるので、そういう足りない部分をこう見つめ直して、まあ、やってきたつもりなんで、今最初は苦労したんですけど、今多分8月の僕よりも全然強いと思います。これは自信ありますね。だからまあ5月11日の試合で前回の試合勝ったとはいえ、まあ、怪我もしたし、内容的にはすごいこう不甲斐ない試合したなっていう自覚はあるんですよ。なので次の5月の試合はしっかりとまたライトフライ級に適応して、まあ、強い谷口正孝っていうのを見せれるかなと思うので、皆さん楽しみにしてください。そして応援の方をよろしくお願いします。あ、今回なんか放送、今回多分ね、トレジャーボクシングが主催なので、多分 U-NEXT とか何かで放送があると思うんですよ。なので U-NEXT をね登録されてる方多いと思うので、よかったらぜひ見てください。僕頑張るんで。でね、もう、今年、この間30になって、今年31になって、まあ、現役生活はどっちかっていうと多分その折り返しはしてると思うんですよね。でまあ一回ミニマムという階級で世界チャンピオンになって、でまあ倒されて階級を上げて、この階級でね、遅かれ早かれも絶対僕世界チャンピオンになりたいじゃなくてなるって決めてるんで、本当にこうどんなに遠回りをしても、どんなにこういろんなこう紆余曲折だったりとかいろんなことがあっても、将来的にはこの階級でもう一度世界チャンピオンになろうと思ってるので、皆さんね応援よろしくお願いします。YouTube でね、まあ、解説とか講座とかでこいつほんまにボクサーなんかなと思う人も多分多かったと思うんですけど、一番僕大事なのはボクシング、現役のボクシング生活なので、このチャンネルの谷口正孝とはちゃんとした世界を狙ってるプロボクサーなんだなっていうところを、まあ、皆さんにね見ていただけたらと思います。多分8月からだいぶ空いてるんで、僕の試合を知らない人も多分いっぱいいると思うんですよね。なんか次の5月の試合で、まあ、見てくださって、またそれでこうボクサーとしてもファンになってくれたらねありがたいですね。そういう応援とかがすごい励みになるので、よかったら皆さん5月11日の土曜日、まあ、現地に来てくださるのであれば一番嬉しいんですけど、まあ、現地が無理な場合は、まあ、多分おそらくね、まあ、確定ではないので何とも言えないんですけど、 U-NEXT で放送があると思うので、皆さんよかったら画面越しにでも応援してください。時間は何時ぐらい？時間がまだちょっとね正式に聞いてなくてちょっと分かんないんですけど、おそらく夕方ぐらいにはなるのかなと思うんですよね。まあ、5月11日土曜日、場所は韓国インチョンのパラダイスシティホテルですね。カジノが有名な、まあ、対戦相手はフィリピンのジェイセバー・アブシード選手。多分今ランキングには入ってないと思うんですけど、まあ、今ライトフライ級ってね、WBA と WBC が寺地健志郎選手で、 IBF が南アフリカの選手で、 WBO がプエルトリコの選手 でその選手たちが今もう統一戦をずっとこう目指してる統一戦路線なので、まあ自分が世界ランキングどれくらいに入ってるかちょっと全部把握してないんですけど、まあ、統一戦路線なのでランカーにあんまりがこうチャンスが回ってこない状況なので、まずはとこうチャンスが来るまではしっかりと強い相手に勝ちつつランキングを上げて、チャンスが巡ってきたら一発で取れるように今こう虎視眈々と狙う時期なのかなと、力をつける時期なのかなと思います。だからまあ次の試合をしっかり勝ってまずスタートして、でそこから強い世界ランカーとかと戦っていけたらなと思うので、まず次の試合はスタートを切る上ですごい大事ですね。前回の試合でスタートを切ったと思ったら怪我してつまずいちゃったんで、今回がまたリスタートとして本当にしっかりと勝って新しいライトフライでのスタートを切れるように頑張ります。あと1ヶ月、まあ、死に物狂いで追い込んでね、どうやって勝つか、いかにして勝つかっていうのをすごい考えて考えて追い込んで体を作っていきたいと思います。皆さん当日楽しみにしててください。まあね、あといいねと、まあ、これは毎回言ってるんですけど、チャンネル登録のもよろしくお願いします。まあ、今日はこんな感じで試合報告でした。多分4月17日にね、会見があって、そこで詳細発表とかがあると思うので、よかったらその会見もチェックしてみてください。今日はこんな感じで終わります。ありがとうございます。